今回の企画は新武器メイスでワンパンビンゴ選手権。ドズル社メンバーは2チームに分かれてマイクロアップデートで追加予定の新武器メイスの1回の攻撃で倒せたモブでビンゴを目指す。果たして勝利を収めるのはどちらのチームなのか。チャンネル登録とグッドボタンを押して勝敗を予想しよう。はい、ということで、今日はウィンドチャージではなくメイスを使った動画をお送りしていきたいと思います。よろしくお願いします。やったやったおかしいでしょやったわぜひですね、ちょっと昨日の動画見てない方はこのウィンドチャージを使ってマグマ当たりをする動画も見ていただきたいんですが、今日はですね、おめんやめろ、めんやめろ、やめとけやめとけ、もうまた遊び始めるとウィンドチャージの動画になるぞ今日も。俺しっかり使ってる今日は皆さんこちらをご覧ください。はい、なんかデジャブ感すごい。そうか、一応前回もこんな早かったから。やんなかった。改めてですよ、改めて、この動画でね見てくれてる人もいると思いますので、皆さんこちら何だとか分かりますか。こちら何これ、なんだこれ、何これはダメでしょ。何これは初見です。いや初見じゃないのよ。どうのなんかね、はい、こちら新しくねマイクラで追加されるトライアルチャンバーと言われる施設でございます。チャンバー、じゃあ違うよね今ね。 えなんでねえ今目ねトライアルチャンバーでしょ。何言ってんすか。嘘だろ。トライアルチャンバーですよ。トライアルチャンバーね。トライアルチャンバー。チャンバー。はい。こちらで新しい施設が追加されるんですけれども、そうだろう。あのこの施設の中にはこういった宝物庫だったりですとか、ブレイズの兄弟のブリーズといった新しいモブがねいたりします。はい。はいはいはい、いやあのメンが今使ってくれてるこのウィンドチャージも、はい、こいつのブリーズから、落ちたこのブリーズロッドを分解することによって使うことができるという感じでございます。はい、なんだ、あ飛べんのこれ記憶なくなってる。いやいや、これマグマとか渡れそうじゃん。いやいや、マグマ渡れそうじゃん。思い出せ、みんな思い出せ。やっちゃい、やめろやめろ。これ選手権しましょうよ。いや、やめてくれ、本当にもうマグマあたりがもしかしてみんなでやれば本当にやっちゃうから。できる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 。じゃあやめようやめよう、みんな上からもこれ着地できるぞ。ちょっと待って、ごめん、あれ僕以外世界巻き戻ってる。なんでこんなに上手にできるんだ。やめ、はい、じゃあ聞いてください。はい、みんなはもうちゃんと聞いてください、先生の話は。はい、こちら宝物庫というのがねございますと。はい、これ宝物庫って今までのマイクラのあのチェストとかと違って普通にこう手で開けることができないんですよ。あ、なるほどなるほど、本当だ。宝物が入ってるはずなんですけど、壊すのか壊すのか、壊したりあの右クリックで解放することはできません。できない、はい、でどうやるかっていうと、実はこのトライアルキーという鍵をですね、こちらを使うことによって、あすごい、ほらあれなんかつった、こんな感じでアイテムがぴょこんぴょこんと出てくると。2個だけ、2個だけ、ちょっと渋い感じで、この鍵もね、なんかこういうスポナーがたまにあって、このスポナーから出てくる敵を全部倒すとたまにゲットできるっていうレアアイテムらしいです。なるほど、面白いですね。そうで、しかもこの中から超激レアでメイスに必要な素材が出てくると。あ、それも、はいはいはい、これもね、激レアなんだよ。そう、ガチャだ、全然ガチャ、確かに出てこない、まあ、簡単に言うとガチャです。はい、ガチャね。これもう一回鍵させる、もしかしてこれね、もう一回鍵させるかやってみようか。なんかね、クールタイムが、あ、ダメだ、はいはいはい、ダメだ、一回使ったやつは、一回使ったやつはね、なんかクールタイムがねちょっと必要らしい。うん、みんなもうデロデロって言いながら回すわけです、ね、そういうことですね。え、結構ねレアだから大変だよ。ちょっとじゃあ出るまでやってみますか、せっかくなんで。はーい、はーい。終われませんになることを誰も知らない。いや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 、はい、じゃあ鍵配りますよ。はい、6人連続重要アイテム出るまで終われません。ベビーコア、ベビーコア、これで1本できるな。何が面白いんだ。みんな並んで並んで並んで、それが味しないでしょ、それは。誰か出そう、誰か出そう、参ります。狙うはこれね、この、このコアってやつですね、ヘビーコアね、ヘビーコア、ヘビーコア、参ります。
どうする、行きます。はい、やあ、あ、犬チャージ。あ、いっぱい出た。あ、4つ出たけどダメだ。空いてるとこもある。じゃあ猫自家していきます。はい、鉄、やあ、やあ、や、鉄、いや、レアだ、ほんとレアだ。行きます。はちみつ、やあ、鉄。おー、渋いな、結構渋いな、結構渋いな。あ、カジガタ出た。カジガタだ。あ、ユミ。え、カジガタ新しいやつ。ここでしか手に入らないやつ。新しいやつだ。ボルトの装飾。ボルトの装飾。え、見たことないやつだ。え、かっこいい。やばい、やばい。やばいと思わなきゃダメだよ。なんで、なんで、なんで。やるやん、これ、全部。いや、やりましょうよ、カジガタ全部集めるまで。やばい、やばい、やばい。次回、交互期待。やめて、やめて。やだ。いきます。はい。はい。これ中に映ってんのかな。あ、はいはい、確かにもう映ってるから。そもそも出ないものを回している我々。なんかないっすね。いや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 、当たるはず、当たるはず。見えてないの。見えてない。ある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 。ギギリアだからね。ウィンドチャージ。ウィンドチャージ。いいクリットだと思うし。うわー、出ないな。出ねえぞ。もう一回回しましょう、もう一回回しましょう。オープニング長。いやいや、これやっぱ初めてのあれだから。初めてだからね。これで一本だよ、これで一本。ならないよ。じゃあ誰かコア、コアを出ないか確認お願いします。よっこいしょ、よっこいしょ、よっこいしょ。カジガタ2種類目、2種類目、新しい方出た。ね、2種類目。ダイヤなんか出んの？ダイヤ装備も出る。おお、かっこいい。めっちゃかっこいい色が。おお、いいね、色が新しいね。え、コア出てない？出てない、出てない。どんどん行こう、どんどん行こう。あ、よっこいしょ、よっこいしょ、よっこいしょ。あ、もうそんでやだ。あ、スタッフさんがね、更新してくれました。コア出ねえぞ。全然出ないんだけど。大丈夫かこれ。クリエ出せなかった、やばいな。出たら教えて誰か。マップが。だって鍵をさ、ゲットするのもさ、結構レアなのにさ。え、こんな出ないの？全然。やばすぎ。おい、何してるこれ。鍵どこ？いや、出てない。ゴミばっか。どこにある？じゃあ出して。新しいな、それは。すげえ引き方してんな。こんな出しても出ないの？符号引きしても出ない？違うんじゃない？どこだろう？いやいやいや、やってます。いやいや、出し方違うぞこれ。いや、やってます、やってます。出るはず、出るはず。出てな。カジガタとか。出ないわ、出ない。え？出ない。本当レアだ。まだ？そんな。まだこっから出ないよ。いや、出ます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 。本当に？はい、いや、カジガタ出てるんだから。確かにカジ出てるわ。うん、カジガタ出てる。今日ってコア出るまで終われませんって動画でした。いや、違います、今オープニングです。あ、オープニング。あ、すんげえこの会場汚くなってきてる、この宝物庫で。どうぞって気持ち見て、どうぞってきてるな。え、出んな、本当に出ない。あ、出た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 、やっと出たよ。これ中央中央中央。おー、出てる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 。これこれこれ、すげえ。レアすぎだよ。レアすぎでしょ。レアすぎでしょ。100連ぐらいしたけど。やばすぎ。はい、まあこれぐらいレアな。そんなレアなんだ。うん、だから今後これはね、マイクラ界の中で一番レアアイテムになる可能性ありますよ。はいはいはい。トライデント超えてる。トライデント超えてる。超えてるな。純粋な運で出さなきゃいけないんだ、これ。そう。という、しかも今回鍵が無限だったけど、鍵もだって大変だからね、出すの。数限りありますもんね、これ。そう、なんか襲撃イベントみたいなやつをクリアすると鍵が出ることがあるっていう。それもレアだから。はい、片付け。はい、片付け。はい、片付け。超レアな武器だな。はい、そうして、ゲットしたこの、コアを今日は皆さんにお配りします。やったー、はい、やったやった。前置きながら。いやいやいや、いいのいいの。いや、アップデの時はみんな知らないことだらけだからね。はい、丁寧ぐらいがちょうどいいのよ。そして、あ、置いちゃった、置いちゃった。あ、置かないで置かないで置かないで。え、あ、これやばそうだな。じゃあ新しいのを配布します。あ、ありがとうございます。新しいのを配布します。そして、こちらですね、ブリーズを倒した時に落とすブリーズロット、はい、ブリーズロット、うん、はい、こちらも配布します。はい、はい、ありがとうございます。ああ、ありがとうございます。来た。で、これを合わせると、あ、すごい。手持ちクラフトできる。手持ちできる。本当だ。はい。メイス。メイス。こちらのメイスを作ることができると、いう感じでございます。で、このメイス、今までの武器と違うところがですね、ただ殴っても強いんですけど、落下しながら相手を攻撃すると高ければ高いほどダメージが上がっていくという。
かなりロマン武器でございます、はい、ちょっとあそこにちょうどいい高さの高台がありますんでこれは元から用意されてたもんですか、ね、はい、これは元から用意されてたもんです。このボタンを押すと上までいけるの でちょっと皆さん試しにやってみてください。はい、はい、お願いしま す。いやいやいや、当てなわけない意味ないです。外さないで。ああ、逆逆逆逆。これ1マス前行かないと。ここへ行かないと。そこなら強い。強い。ワンパン。ワンパン。ワンパン。はいはいはい。5マスでワンパンか。ネザライト装備、ここにありますよ。ネザライト装備。あ、じゃあ。あ、じゃあ、これを着た上で。これネザライト、これでも、ダメージ経験4が全部ついてるけど。さすがに硬すぎる気するけど。いや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 、当ててってことだ。いや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 、クリエとかじゃないっすよね。いや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 、クリエじゃない、クリエじゃない、クリエじゃない。おや、え、あ、むずいのかな。むずいの、短い、ゆうよが。え、なんでモスさんが死ねんの。あれ、え、ごめん、ネザライトには効かないとかある。じゃあ、じゃあ、行きます。あ、痛い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 。 1.5。あー、いい点が、まあまあ、それが、この高さなら、はい、高さなら5マス増えた。いや、ボスさん、当たらすぎて軽傷にならねえ。なにそれ、なにこれ。これ苦手ある。オラ君クリエじゃないよね。いや、クリエじゃない、クリエじゃない。ちょ、やってみて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 。ちょっと待って、ちょっと待って。あー、なんで当てられるの。半分、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 5マスで結構あるボスさんが。なんでこれやってない。俺、これ俺今日やばいかもしれん。いやいや、確かに。まあ、に得意不得意あるからね。うん、高い、高いほど難しいぞ、これ。これ高いほど難しいよ。これやりたい。お願いお願いお願い。ダメ系呼んで結構減るんだ。うわー、一撃だ。すげーなー。奇襲が強いんだ、じゃあ。強い強い強い。これもどうやってもどうやっても防ぎようないじゃん。これ必殺の一撃、必殺のお試しボタンだな。はいはいはい。でこれは何マス？一応60。あ、牛が出てきた。牛絶対耐えられないじゃん。牛じゃ無理。牛じゃ。なんでこの最強の牛なの？あ、難しい難しい難しい。むずいっすよね。普通に落下ダメージを無効化しろってことでしょ。あ、そういうことだ。そうか。確かに当てたら向こう。ああ、そういうことか、そういうことか。練習か、練習か。任せます。あ、むず。え、めっちゃむずいじゃん。むず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 。え、これどうやコツとかあんの？あ、やってみてやってみやってみ、これみんな。むずすぎ。え、着地の要領で。あ、どうさんできた。着地の要、いや、僕できてないと思う、多分。あれ？まあ、こういうちょっと一撃を見極めて、今日は遊んでいくという。おー、生きた。ピンチをチャンスにできるね。あ、むずい。あ、本当だ。面白いな。はい。ということで、ここまでが前置きでございますが、皆さん来てください。はい。はい。はい、今日は、いや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 、惜しかったな。昨日に対して薄すぎるでしょ。昨日あんなに濃かったのに。今日はですね、こちらメイスを使って、ビンゴをやりたいと思います。本題ですか。はい、本題です。ただ、モブを倒すビンゴではございません。今回のビンゴはワンパンビンゴでございます。ワンパン、はい、ワンパンビンゴでございます、まあ、つまりはモブを見つけて、メイスを使ってワンパンできたら開くということでございますね。はいはいはい。逆に、モブを見つけて、メイスで叩いたときにワンパンできなかった場合はそのモブでのこの開くことはないということでございますので。なるほどなるほど、はい、なんで結構この体力を見極めてどれぐらいの高さからワンパンでやれるのかというのをですね、実験しながら皆さんやっていただければなと思います。なるほど、わかりました、はい、で今日ね、あの体力をマックスであのやってほしいので、その体力削ってからワンパンしたってなるとね、それワンパンじゃないので、こちらあの特別な望遠鏡をご用意いたしました、はい。はい、特別な望遠鏡で覗くとそのモブの体力がこうやって見える仕様になってます。はい、え、すごい、そうだから、これをちょっと使って体力がね、あの削れてないかだけチェックしてもらって、あのワンパンしてもらえればなと思います。本当だ、牛さんの体力が、牛さんの体力が見えます。はい、うん、とりあえずネザライト脱げよ、ボス。え、ああダメ。あ、ダメだった。いやいやいや、ダメだった。ダメだった。ダメだった。オンリーのために来てたんだよ。
誰ですかこの青チームのチェスにゴミ詰めた人は。青チーム誰これは僕の矢とか誰さっきのあれでしょ、今からビンゴカード引くから代表。いやひどいなこれは。これウィンドチャージやらこれはひどい。これはひどい。あれ僕どっちだっけ、僕が赤チームか。回収しますね。まだビンゴカードが1か2かガチャでしょ。いやダイヤだけはやだ、ダイヤだけは。じゃあ引きますよ、ダイヤ引いたらゴミ。赤チーム、赤チーム、ダイヤきつい、ダイヤきついの。赤チームこちら。嘘。ダイヤだ。はいはいはい。汚い方の人。いやこれはだから。汚い方。立てる。そういうことか、そういうことか。オッケーみんな。はい。これは止まってる敵すらできなかった。モブできるわけなくない俺。いや。それは頑張って練習してください。やる前から言わないでよ。それはちょっと練習してもらって。誰が叩いてもいいんだよね、チーム内のね。誰が叩いてもいい。まあまあ、そうそうそう。ボーさん、今ここで成功するまでやっていいっすよ。確かに、ちょっと練習だけしてください。そこは掴んじゃえばね。あ、面ならいけるわ。いや、面ならいけるわ、よくわからんけど。よし、じゃあ行きますよ、皆さん大丈夫ですか。これビンゴを成功させたら OK ね。そう、一列でもビンゴを成功させたら OK でございます。あ、ちなみにこちらに戻ってくると、この後ろのモブの後ろが体力のヒントになってるみたいですね。モブの後ろが体力。一応手元にあるビンゴカードの色が違います。名前に色が変わってますが。ああ、これ色が。あ、色が青いやつ。あ、だんだん。そうそうそう。緑のやつが多分弱いやつで、青いやつはちょっと体力多い。オレンジは結構多い。オレンジかなり。スライムとかマグマキューブってそのどうなの？分裂しちゃうじゃない。でかいやつをワンパンでやれば勝ち割れば大丈夫。勝ち割れば大丈夫。分裂させれば OK ね。よし、じゃあ各チーム参りましょうか。はい、それでは五分を。五分を。よし。どれから行こうかな。どこの列がいいと思う？パッと見だと左縦列が結構現実的。左縦列ね。あ、人型だしね、全部。ブルートだけ10マスぐらいで叩けば。確かに。いけそうなラインでは。左縦列いいね。一番下もワンチャンあるか。まあ、一番下か。ちょっと周りの地形が今いるとこちょっと砂漠なんで、ハスクいけそうってだけですけど。雪山があったりするのであれば、雪山とか雪原か。一番上もまあ、ストレイとかね。行きやすいかなっていう。割と一番左下来たりした。よし、行こう。一番左を狙いつつちょっと見てみるか、地形とかをね。そうですね。おーい、どれから行く。これこれはね、とりあえず裏にある村からゴーレム倒す。はいはいはい。いや、それかもう向こうの相手チームにやらせないようにゴーレムの体力を減らす、あ、減らしちゃえば鉄で回復。いや、ちょっと時間かかる。だったらやっとけって話でしょ、俺たちが。いや、でもね、同じことする気がするよ。相手に先越されたら、叩いとけってこと。そう。いや、これさ、後ろ、ネザーは、オッケー、いくぞ。これ、ゴー。やばい、面が早い。よし。あ、めっちゃいけるか。いや、もうゴール叩くわ。一撃ってどの高さなんだ。叩こう。もうこれで体力でも減っちゃった。あ、一旦、ね、減らす。鉄取ろうぜ。そうだ。殴って減らしていく。ボーサー取って。オッケー。ナイス。ナイス。三鉄。はい、オッケー。あ、削った。あ、削ったらもうダメだ。削ったらダメだ。新品。なるほどな。ああ、なるほど。鉄をね。そういう作戦か。あ、ここにもゴーレムいる。ここにもゴーレムいる。よし。詰め。詰めるだけ詰め。いけ、ゴーゴー。10マスいったらいけるぞ。あー、耐えた、ソーリー。どんまい。10じゃない、もしかして。20かもしれない。20? しゃーない。これワンパンじゃないとダメだから。あ、もうダメか。そう、一回あれしたらダメだね。もっといるんか。面白い。でも。鉄は、じゃあ、あります？鉄、5鉄ゲットした、今。ちょっとネザー一旦、誰か任せですか。いいよ、じゃあ僕行ってくるわ。ネザーが3体なんで、ゾンビハスクを。一旦、ちょっとゾンビ。目指してちょっと下行ってきますね。ここマグマ溜まりある。あるナイスナイス。ここにマグマノットするんで。ナイスナイスナイス。もうみんなこれチリチリ行く。いや、でもね、なんか下にいるボムの体力確認して
うんうん、引きつけといてみたいなのがいるかもしれない。ああ、必要な時もね、ありそうだよね。どうですか、このビンゴカードの下から2列目と左の列、うん、左の列もいいね、かなりは一応体力が全部低いのかな。うん、マスク、まあ、ちょっと頑張ってスライム、うんうん、で行く。これじゃあ洞窟雲、あ、いやで、これ絶対マグマキューブ、クリーパー、洞窟雲、ゾンビのここが良くない？あ、めちゃくちゃ簡単だわ。だってメスあるもん。いいね。あ、洞窟もいけるね。そしたらここいけるよ。よし、てかゾンビもいけるか、そこで、ウィザースケー、ブルーとゾンピグね。タスクいそうだけどな。ウィザーが2体か。要塞、廃要塞をどっちを見つける必要が一応。確かに。か、僕もネザー行った方がいいかな。一緒行っちゃおうか。うん、ありだね。ちょっと俺もハスクゾンビやと終わった瞬間にもそっち合流できるよ、ね、うんうんうん、お願いします。はい、これってちなみにボートとかで固定するのダメでしたっけ、うん、ボートはいいんじゃないダメなのかな。いや、なんか前の決めとかないと。いや、なんか美しさどうかみたいな話前してたなと思って、ね、どこら辺までありかな。あ、じゃあちょっと交渉してくるわ僕は。はい、はい、大事大事。美しさ紳士協定、協定員のドズルです。はい、はい、え、何ですか。いや、何か、モブをボートで固定してやるのは、はい、ちょっと今回のこのメイスで一撃ワンパンでやるっていうのはちょっと美しさに反するんじゃないかという議論が発生しまして、あ、ここちょっとお互い決めとかないと。確かに確かに確かに、はいはいはい。ボートはね、確かにボート、トロッコ美しくないね、まあ、固めちゃうとね。え、例えばその、うん、じゃブロックで固めるのはどうですか。こう壁を作ってみたいな。いや、美しくないな。美しくない。じゃあもう固定行為はなしってことですね。もう固定一切なしで、自然に生きているモブをワンパンせよ。わかりました。狙いを定めてね。チームで引き寄せるのはオッケー。チームで引き寄せる。それはオッケー。それはいいんじゃないですか。オッケー、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 オッケー。こうね、追われてとかね、逆にね。そうそうそう。ああ、オッケー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 。はい、把握しました。ありがとうございます。こっち寄せてみたいなね。そうそう。それはオッケー、それはオッケー。ああ、オッケー、オッケー、オッケー。ありがとうございます。いなかったエドさん。俺村もう一個見つけてゴール見つけたわ。ナイス、やっちゃおう。どんぐらいの高さからならいけるんだこれ。あ、俺もね、ちなみにいる今。あ、でもボスさんと別のとこだ。ちゃんと体力高さが分かんない。うん、マックスだった。ネザー入るわ。あ、ネザーです。どうです、30ちょいで行ってくる。行くわ行くわ。あれ、ゴール見えなかった。あれ消えた、ゴールが。ゴール、なんだよ。嘘。あ、いや、高すぎてじゃない。あ、いた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 。行きます、ゴール。ボス頑張って。近くにラクダがいて邪魔。ラクダが邪魔。行きます。あ、外した。はいはい、いやいや、やっぱこれ外した時面倒くさすぎんだけど、また詰まんなきゃいけないんじゃん。ちょっと相手のビンゴカード見てきゃよかったな。何が、確かビンゴカードが違うのか。そうなんですよね。相手もなんかこっちぐらい早いやつがワンチャンあるかも。あると思うよ。さあ、チャレンジしてるわ。本当だ。やばい。お、笑ってきてる。ちょっとあっち笑われてますよ。オッケー、デルタに入りました。全然ナイス。ピラミッド見つけた。もうピラミッド。あ、要塞も見つけた。ブレイズとバレットいけるか。あ、ゾンビ発見。ナイス。いや、ワンパン頼むわ。ちょっと何マスぐらいでワンパンできるか情報も欲しい。よいしょ、ワンパン。どれぐらいどれぐらいどれぐらい。俺行った時が多分10ぐらいですかね。10結構だな。いや、でも多分、うん、体力20もないと思うんで。あ、そっか。さっき検証であのプレイヤー叩いた時5マスぐらいだったんで、多分それでワンパンできそうですけどね。お、ゾンビクリアー。はい、あの、え、ちなみにプレイヤーは体力なんぼ？ 20っすね、うん、ああ、じゃあプレイヤーと一緒ぐらい考えると、多分56、一応もう一回ぐらいいたら試しますね、そしたら。ああ、ありがたいです。情報は宝だから。ゴーレムちなみに10以上積んでました。13とか10とかだった。そっか。いや、ゴーレム体力高いもん、あいつ。いや、多分ね、このオレンジ色の文字になってるから多分だけど、うん、20ぐらい必要だと思う。20マス。あ、ちょっと待って。はい。この色とリンクしてるってことはないのかな。いや、俺もそう思ってるんですよ。え、めっちゃヒントじゃん。何マスだ。え、めっちゃ、一応スケルトンを5マスぐらいからいきます。はい。いなくなってる。あー、こっちだった。これだって、緑が5で、青が10で、オレンジが20。そういうことに。こういうことじゃん。青が10か。
とオレンジ20か。なるほど。あ、ドさんこれ引いていい。あ、センキューセンキュー。めっちゃすごいことに。あー、ワンパンできたけどこいつら勝手に。青は10か、ブルータンで10。すべての答えはスタート地点にあったんだ。あ、そういうことなんですな。そういうことか。多分ですけど、やっぱ5マスぐらいでスケルトンとか人型いけそうっすね。オッケーオッケーオッケー。よし、望遠鏡で確認、体力。ヤスの体力はマックスだ。行くぞ。もうゴールも確認。行きます。これは、バグマキューブ。この高さからならいけるだろう。ほら。いたー、ナイスー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 めっちゃ来た。オーケーオーケークリア。いいね、いいね、いいね。私もゴールも行きます。もう。お願いします。ブレイズも行っちゃおう。この調子で。行っちゃいっちゃいっちゃい。行けるやつ行っちゃおう。ゾーンでクリーパー。あ、届かない。いやもうナイスチャレンジ、ナイスチャレンジ。ナイスチャレンジ、ナイスチャレンジ。ゾンビクリーパーもお願いします。ゾンビクリーパーオッケー。次どうすればいいか。全然さ、多分、4、5マス進めばやれるよ、ね。やれると思う、全然そこら辺だったら。デルタ。あ、夜になってる。あ、要塞だ、要塞。ドさん、右要塞。あ、本当だ。なぜ僕じゃあ、廃要塞探してきますね。あっち廃要塞じゃないかな。やっぱ望遠鏡なくしちゃった、なぜか。あ、なぜか。確かに。え、どうぞ。え、やべやべやべ。落ちた。あ、危ねえ。あと、ゾンビグとかもいけたら、もうパッといっちゃいますか。そうだね。確かに。よし、オラクとりあえずじゃあ、ウィザスキー行こうぜ。はい。来た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 。よし。あのブレイズは、体力マックス。上がってくるな、お前。上がってくるな。俺が積んでるっていうのに。行きます。いいのあるか。お願いします。行った。行ったよね。オッケー、頼む、これ渡れ。でも当たらない。おさ、頑張って。おいしいね、帰るか。なんか場所が届く。ちょっと廃校とかないな。ちょっとミサ探してんだけど。今美しくなかったな、普通に。美しくなかった。いや、なんかその浮いてきちゃって、うん、結構高いところから落ちてはいるんだけど落下ダメージは食らったっていう。いやいや、いいですよ。あ、そっか、空中でってことでしょ。そう、空中で、うん、いやでもね、ワンパンできない、まあまあ、ワンパンできてるってことは大丈夫か。ちょっと待って、痛い。ワンパンできてるから大丈夫。このクリーパーは大丈夫。よし、このクリーパーも行きます。これもう終わるぞ、マジで。やばい、ボサッチ。オッケー、ワンパン。で、ボサッチから。あ、ゴールのタルプ減りやがった、あいつ。敵にやられて。ウィッチがいる。ウィッチ、え、ウィッチやっとこうぜ。ウィッチは、あ、青だから多分10マスぐらいかも、これは。なるほど、そこ検証したら。ウィッチ。ウィッチのタイプ満タンっての確認しました。え、このマグマキューブいっとく。7、8、9、10、11下か。で、ウィッチにめがけて、よいしょー、ワンパーン。ナイスナイス。やめー、いいねいいね。いや、なんだったら目の前にハスクもいる。おおいしょー、ワンパーン。ナイスナイス。ウィッチクリア。ナイス。ナイス。ちょっとこのままそしたら俺もネザー側を向かいますわ。はい。いて。ゾンピグ行っちゃいますね、そしたらじゃあ。ゾンピグ行くか、オッケー。新品のイザスケ。オラクそれで行ける？行きます。よし、じゃあ来い。ゲートってどれか分かります？あ、ゲートね、村のところに。あ、なんか砂利積んである。縦に2本積んであります。お、あ、外した外した。ちょっと、ずーさん。急ぎ急ぎ。オラクン、僕がおとりになっとく。ナイスおとり。あー、どうぞー。おとりになりすぎた。ケント、これでしょ。いでーやばい、みんな死んだ。みんなで行きましょう。あえて、高いところから。これで行く。ダメだ、痛い。ダメだ、お前は。ほら。あー、ダメだったー。難しい。あ、ゾンビそこにいるじゃん。そしたら、俺、一回ゾンビがやりますわ。はい。あ、ここなんや。ゾンビ、じゃあ僕これちょっとゾンビが本当に5でいけんのか不安になるな、なんか。え、メン、これこのマグマキューブ体力マックスか見てくれない？今どこだ？この正面ですか？後ろ、そいつ、うん。マックスっす。僕ワンパンするか見ていて。はーい。ほっ。いた。あ、外した。オーマイガー。え、むずいな、これ結構。マグマキューブ5でいいって書いてあるかな。あ、5でいいの？じゃあちょっとこれぐらいでいいか。いや、わかんないです、これ。これを信じていいならっていう。あ、いけた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 。マグマキューブ。強っ。ナイス。あ、ウィザスケいけそうです、固定できて。いっちゃいますね。
ナイスー。オッケーオッケーオッケー。ほいいけた、いけた、ナイスナイスナイス、イナスケ、ナイスナイスナイス、いて、ナイス、え、ナイスナイス、リプレイお願いします。ナイス。ナイスナイスナイス。よしよし。オッケー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 。いいよ。調子いいよ、調子いいよ。したら、あと、ゾンピグとピグリムブルート。はいはい、左側ね。これクリアじゃん。何やったっけ確かに分かんなくなりましたよね。何やったか分かんなかった。クリーパー、ブレイズ、マグマキューブいってるんで、あと、洞窟雲とゾンビで終わりたいです。洞窟雲ね。いや、ちょっと探してんだけどな。じゃあ、なんか、成功させたよ、俺。オッケー、ゾンビ来た。よし。ゾンビやりまーす。はい。ちょっと待って待って、打ちつけると撃ち落とされた。何なんだお前ら。なんかダメージ食らうの、いやこれゾンビに殴られてるだけか。周りの敵処理しとこう。廃坑がなんか落下、もうノーダメでいけるかと思いきや、うん、割と直前でダメージを食らうっていう。一応ハスク言っとくね。はいはいはい、外した。ボス頑張って。いや無理でしょ。えなんで叩けないんだ。いやー、洞窟雲、洞窟雲、こんなに叩けないことある。あーこれあれか、自分が落下した先になんかモブがいたらネザーでもぴょんぴょん移動できるのか。そういうこと。ミスらなければ落下着地ってこと。メイズ着地が。うわーかっこいいな。あ、ゾンビが発見しました。あ、ナイスです。行かせていただきます。はい、これ一撃で仕留めたら他のやつからもやられないっていう。確かに確かに。迷信がありますから。迷信なんですか。いや豆知識知らない人もいるでしょ、視聴者さん。あ、豆知識ですよ。はい、こいつを、本当なのか。いやこいつ一撃でやると他のやつから狙われないんです。参ります。はい、オッケー。おーいっす。さあビグオッケー。はい、ありがとうございます。あとリーチ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 。あとハイ要塞、ハイ要塞、ハイ要塞だけ。ブルート、ブルート、オンリー一人じゃ二人を介護しきれんか。いやいや、ボンさんエイムがかなりあれだったからな。メイスむずいっすよね。メイスむずい。でも言うてむずい、うん、ちゃんとマジで 0.1 秒ぐらいしか隙がないと思うと。まあでもそう考えるとロマン武器だよね。当てると強いけどなかなか当たらないっていう。あ、皆様にご報告です。おっとっとっと、有能なドズル選手、廃要塞を見つけました。あららららららら、ありがとうございます。終わらせましょうこの戦いを。知ってもハスクやってやる。おやばい、ボンさんと俺一回もメイスを活用してない。俺ハスクやっちゃったけど多分。うん。え？いや。おーい。うん。ちょっとやばい。洞窟も一回、洞窟も一回じゃあ。洞窟も、洞窟も、じゃあちょっと気合いで。気合いで。探すところからなんだよね。そう、いないんだよね。お、エンダーマン見つけた。お、いいじゃないですか。エンダーマン。青色ですね、名前が。でしょ？ちょっと体力が高いみたいです。あれ、俺、洞窟雲の巣見つけたよ。え？行ってください、行ってください。そう。え、いいじゃないですか。勝ちっすよ、それ。勝ち、もう終わりだよ、それ。そうそうそう、行って行って行って。え、どこ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 ？470-220。あ、死んだ。ちょっとね、ゾンビとか、マスクとかは、ちょっと距離取らないと、落下する寸前でダメージを食らって、なんかノーダメに見えないから、かっこ悪いですね。うん、俺は。そんな方、エンダーマンを狙うぜ。いやいやいや、毒すぐ、毒すぐクリアできるっつん。いや、いたいた向かってるけど。あずし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 。あ、僕も別の廃要塞見つけました。あ、マジ。え、ソウルサンドの廃要塞じゃないですよね。僕ね、普通かも。ゼロのマイナ200ぐらい。あ、いや、一緒だわ。え、ゼロのマイナ200。ああ、じゃあもう2人でビシッと決めてもらえれば。合流する、合流する。あとビャーってでも潰しちゃえばこっちのもう。あー、いたいたいた、オラクいた。あいつハンバーグにしててください。オッケー、よし、どうぞ。ミンチにしてやろう。ぐちゃぐちゃのミンチでお願いします。いや、なんか嫌だな、後味悪いな。ブルートまずは連れてこよう。
一応まあ言っておくとぐちゃぐちゃのミンチにするのはドドルさんです。いや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 、やめてください。僕は見守っとこ、はい、オラくんどうぞ、オラくんどうぞ。いや僕ツンドくんでドドさんミンチにしてください。いやいやいや、ツンドくんでドドさん、ほらドドさん、ここで僕がタゲ取ってて譲り合いが発生したけど、分かった分かった分かった、任せろ任せろ任せろ。どうオラくん、これぐらいの高さだったら十分かな。あ、余裕じゃないですか。よし、じゃあ終わらせます。もうお願いします、行かせていただきます。かませかませ。あーやばい、あーっとやばい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 、ちょっと待ってちょっと待ってちょっと待って、姫がこいつはもうやりましょう、こいつやりますか。あーあーどうさじオラくん、僕の思いを託したオラくんに、すいません、血まみれのハンマーがオラくんに。やばい、これあのもう一人いる多分。いや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 、いけるよオラくんならいけるよ。オンリーソロビンゴ達成。本当にあの全部俺やんね。俺メイス成功しない、しない体になっちゃった。よしオラくん決めたれ決めたれ、頼んだ。いやいやにしたれ。いやいけるかこれ。ブルート愛好家の人たちは見ないようにお願いします。はい、よし決めるか。でもどんどんブルート離れていくんよ。これむずいっすね、固定させんの。いやむずいよ結構。湧いたー、湧いたぞ。いけ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 おにー決めろー。ここ盛り上がるところです。待って、猫おじ来るまで待ちます。これ待っていいかなこれ。あれいくつだっけ、400何しろ。いやもうね今400、あ、いて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 、猫字猫字、右右右右右右右、積んで積んで、そこで積んで、そこで積んで、ここで積み、ここで積みの、待って、一旦ベッド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 で寝て積んで、ベッド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 ある？ベッドある？ベッドあるベッドあるベッドあるベッドベッド、ああああオッケーオッケーオッケー、はいオッケー、はい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 、待って、そこからちょっとずらして、ちょっとずらして、ちょっとずらして、ずらして、ずらす、ずらす、ちょっとずらして、ここ、そう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 、積んで、俺が竹もらってます、体力はマックスです、震えてます、行くわ、メイスに、メイスに震えてます、行け、行け、やったー、これがチームの力だ。どうだ、分かったか、ビンゴ、これがチームの力だ、ビンゴビンゴやったー、ビンゴやったー。いやボンさんずっと苦手で終わっちゃったな。俺も最後なんか親に補助輪外すとこ 見てもらったみたいな感じだったわ、うん。嘘でしょ、そんな嘘嘘、今部屋のとしてたのに、さっきあそこで決めたけどノーズルさん、いやいやいや、オラくんがチンプルしてたのが分かって、ノーズルさん、ノーズルさん、いやいや、オラくんがチンプルしてたの今、なんか何だったのこれ。あ、いや好感度であれしてちょっとなんかためらってたでしょ今。あ、いや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 、このチームでミンチになるべき奴らが2人決まりました。いやいやいや、やばい、ミンチされる、ミンチやられちゃう、よし上行こう上行こう上行こう、いやー来た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 、マジか、マジで言ってる、範囲は好感度、いや範囲は好感度だったマジで。好感度。いやあのな謎のタクシー合いみたいのが発生した。タクシー合い。いやちょっと任せたみたいな。いやもうブルートを、うん、あーもうブルートで終わりだったんですよ僕たちも。あーいやこっちも同じ感じありましたね。あそうですかそうですか。あーなるほど。そう洞窟雲で終わりっていう。あ洞窟雲で終わりだったんだ。洞窟雲か。はいはいはい、いや僕が決めきれなかったのが悪かった。いや。僕があそこでやっちまったのが悪かった。いや俺が見つけていれば。いやもう戻ろう、こっちはね、うん、あわやオンリーが全て埋めただけってなりかけたんで、うん、最後洞窟もオンリーがタゲを取って猫地を待つっていう、はい、結局ボンさんは一回もメイス成功しませんでした。いやでもあれですよ、やっぱ新しい武器をやっぱね、うん、あのいやこれめっちゃ強いじゃん、誰でもパンパンできるじゃんっていうものじゃなく、ちゃんとやっぱリアルの声をお届けしたいので。ああそう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 なかなか当たらないけど当たれば強いというロマン武器、確かに確かに、うん、そうそうそう、当たらなかったら落下死します。
え、しかもさ、普通だったらあのキープインベントリーじゃないから、うん、超そう大変なことだ、大変なことだ、リスクがやばい。いや、いや面白いね、比率付きだね。比率付きやばい。大事なメイスが。お、メイスなくしたら立ち直れないっすね。いや、ちょっと立ち直る、さっきの確率的には。これでテスラレアだ。いや、そう、めっちゃレアだから。はい、というところで改めまして、ワンパン選手権青チームの勝利でございます。やったー、やったー、やったー。いや、いい勝負でございましたね。はい、というところで、昨日今日と新要素ですね、もうお腹いっぱい私たち、楽しませていただきましたが、またこちらのね次の大型アップデートに向けていろいろな動画撮っていきたいと思いますので、今日の動画面白かった方はぜひチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いいたします。お願いします。ということで、じゃあ本日の動画こんな感じで、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。じゃあねー、バイバーイ、バイバーイ、バイバーイ。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。おすすめの動画もご覧ください。高評価と動画のコメントもぜひしていってね。してくれたら嬉しいんだけどな。いや嬉しいんだけどな。いや本当に嬉しいんだよな。